真心いっぱいの愛をあなたに。これが精霊石の原石、高純度の精霊力の結晶、次世代エネルギーの基盤。次元の歪みに極めて低い確率で精霊界から流れてくる希少鉱石、可能な限り収集し、 TM30-22GS-130-57、 それが最後の任務。精霊と呼ばれる存在を認識し、心を通わせられる少女を精霊長は聖女と定義していた。愛のハートは日本精霊長から希代の聖女と認識されるほどの精霊力の持ち主でもあった。日本各地に出現した次元の歪みに向かって、自分の信じる愛と正義の赴くままに愛のハートは立ち向かう。よし、行くよ。愛と正義と平和と大好きなみんなのためにドッカーンって頑張っちゃうもんね。日本沈没まであと6日。ハート殿、木の葉に構うよりも今は次元の歪みの方が重要でするぞ。笑顔でにじり寄る必要はありませぬぞ。臨氷と社会人列在前。お願い天使さん、私と一緒に戦って。アク、モノハ参上。スタンバイエンジェル、ファイト。これからが勝負でするぞ。それはコノコノの言う通りだけど、コノコノをなでなでできないのはすっごく損した気持ちになるよ。はい、こちら現場の兵道です。数ヶ月前の空間がカゲロウのように揺らめく怪奇現象はお茶の間の皆様の記憶に新しいと思います。前回は関東の各地で同様の現象が確認されましたが、今回はさらに広がり、日本列島各地で確認されている模様です。この現象が直接関係してはいませんが、世界的な不況に加え、犯罪も多発する現状、社会に蔓延する不安は深刻です。一刻も早い解決が望まれると同時に、お茶の間の皆様の節度ある行動と解決への協力も当局から望まれています。それでは一旦スタジオにお返しします。以上、現場の兵道でした。日本沈没まであと5日。なあなあ、お前のアホ毛引っこ抜いてもいいか。面白そうだと思わないか。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら死刑。以上。お願い天使さん、私と一緒に戦って。
to dwell. Fight! Okay! Mada mada! Guru guru guru! Ikke! Tekken Tai! Yotto!精霊石の原石を確保。でもこれだけでは足りない。起動させるためには少なくともこの倍は必要。急いで集めないと。気づかれるな。私一人でこの任務は終わらせる。急がないといけないのに。どうして私一人なの。日本沈没まであと4日。ハート、こんなところで何してるの？って聞くまでもないわよね。みんなと一緒だよ。次元の歪みをどうにかしようと思って。でも最近こんなのばっかりだね。慣れてきたような気はするけど、それでも危ないことには変わりないし。ハート、ここは私に任せてくれないかしら。でもここは他のところより精霊力が変に強いし、サキちゃんを危ない目に遭わせたくないから。私に任せてくれないかな。偉大なるアルカナよ、我が願う。我が手に剣と盾を。お願い天使さん、私と一緒に戦って。神秘なる象徴よ、ここに来たれ。バンバイエンジェル、ファイト。クラウスラ、まだまだ、もう止まらない。まだまだ、無駄よ、無駄よ。ハッチ、ぐるぐるぐる、愛の鉄拳パン、甘いわ、当たれ。無駄よ、ここだ、無駄よ、はっ、キーッ、当たれ。どうして思ったよりやるわね。もう止まらない。まだまだ、それでも食らえ。無駄よ、お願い、無駄よ、無駄よ、無駄よ、せーの、もう止まらない。邪魔、絶対ここだ。ハートスラッシュ、無駄よ、倒れて、よいしょ、さらに、もう止まらない。まだまだ、せーの、はっ、フラウスラス、まだまだ、ブリューネフ、まだまだ、ぐるぐるぐる、オリナ、愛の鉄拳パンチ、キーッ、パンチ、ぐるぐるぐる、いって、愛の鉄拳パンチ、終わらせる、リアファイブ、エクステンド、エクステンド、ドカンとやっちゃえ。いやー、愛は絶対勝つんだよ。すごい精霊力が封じ込められてるよ。そっか、これがあったからここの精霊力は変に強かったんだ。でもどうしてこんなのがあるんだろう。ハート、その精霊石は危ないわ。ハートの手に余るから私に譲ってもらえないかしら。危ないものって分かってるならサキちゃんに渡せるわけないよ。もう
私が何とかするから大丈夫だよ。ね。日本沈没まであと3日。私が勝ったら精霊石の原石をもらう。私が負けたら私ががっかり。さあ、精霊石を一方的にかけて勝負。ひふみよ、イルナヤ、ここの二人、お願い天使さん、私と一緒に戦って。イクタマ、ダルタマ、たまとまるたま。よし、やるぞ。ファイカモン、飛べー。はっきー、東京はっきー、生だ、変身、やるなよ。ぐるぐるぐる、えいやっけー、鉄拳パンチ、キック、ベア、よっと、キック、あったれー、ベア、えいや、第三の精霊石の原石を買う。少し足りないけれど、私以外にも精霊石の原石を持っている奴がいる。それを奪えば問題ない。どうして私一人なんだろう。なんで来てくれないの。私何でもするよ。何でもしてる。何でも、何でも、何だって私とあなたの世界を守るためなのに、私一人なんておかしいじゃない。この任務早く終わらせないと。あなたに会いたいの。沈没まであと2日。愛のハートさん、その精霊石をここに置いて去りなさい。この事件から手を引きなさい。
ペトラひどいよ。私たち友達だよね。何か問題があるなら一緒に頑張ろうよ。ひどく思い違いをしているようですが、友人関係を認めた記憶はありません。勘違いなさらないでくださる？このドレクスラー機関による一連の事件、すべて私たちで解決します。その精霊石を置いて去りなさい。警告です。聖なる聖なる聖なるかな、見ての技こそ輝けれ。お願い天使さん、私と一緒に戦って。上着をお預かりいたします。ご分運をお祈りします。紅茶を用意してお待ちなさい。スタンバイエンジェル、覚悟なさい。邪魔に踊きなさい。よっと、やっ、せーの、踊きなさい、踊きなさい。願いをひらめき、覚悟なさい。肉付け、肉付け、甘い輝き、まだまだ、いーく、せーの、無駄なこと、いーく、パーチライン天狗、よっと、絶対ここだ。ハートブザチャージ、無駄なことどこですか。サルちゃん、無駄なこと、これでどうだ。パッチ、邪魔です。不協調でいる。パッチ、ぐるぐるぐる、あと特権パーチ、許さない。それで勝ったつもりかしら。スタンドアップトゥデュエル、お願い、パッ、覚悟なさい。この手、飛んでた、エッジ、ノキライン、そこ邪魔ですわ。まだまだ、まだまだ、これで決まった。パッ、覚悟なさい。エーテルチャー、変身、不協調でいる。パッ、ノキシカライン、輝け、まだまだ、ポカッティ、無駄なパンチ、ピッチ、ピッチ、ピッチ、エクスカリ、まだまだ、パンチ、好きだろ、邪魔に、まだまだ、これでも食らえ、無駄な、無駄な、これでどうだ。覚悟はよろしく、カルチョドッカーン、愛情特盛りお届けしました。ペトラ、友達じゃないってことは親友ってことだよね。それにこの精霊石は危ないものだって。あ、ペトラも精霊石持ってたの？もう危ないからダメって言われなかった？いいでしょう、その精霊石はあなたに預けましょう。くれぐれも扱いには注意するように。私は他の次元の歪みと精霊石を探します。では失礼いたしますわね。はい、こちら現場の兵道です。日本各地で発生している怪奇現象を追って連日西へ東への大移動をしていますが、つい先ほど新たな情報が入りました。大隅諸島のどこかで大規模な怪奇現象が発生すると専門家が分析しました。あのディレクター、伝えるべき情報ではないのでは？え、これからヘリで行くんですか？はい、わかりました。レポーターじゃありませんけど向かいます。日本沈没まであと1日。なんだろう、強い精霊力に呼ばれてこんなところまで来ちゃったけど、ここに何があるんだろう。ここにはドレクスラー機関を完成させた心霊兵器が蓄露されている。日本を沈没させるための。
私が持っている精霊石の原石は3個、あなたは2個、合わせて5個もあれば心霊兵器の起動エネルギーが足りる。この石ってそんなにすごいんだ。それよりもこの石かその心霊兵器をどうにかしないと。手伝ってください。私はきっと機械に操られている。理由なんかない。ただ精霊石の原石を集めてここに来ることだけを考えている。けどそれでいいじゃない。それでソフィーが私を追いかけてきてくれれば、ソフィーが私を止めてくれれば。それなのにソフィーは来ない。ソフィーじゃない。あなた何なの？死にたいの？殺されたいの？ソフィーがいない世界なんか滅んじゃえ。滅んで壊れてみんな死んじゃえ。それって最高。世界はあなた一人のものじゃない。あなたがいて、私がいて、みんながいる。私は絶対あなたを止めるよ。エーテルリンク契約精霊接続完了。召喚お願い。天使さん、私と一緒に戦って。この先には行けないな。なぜならここで私に殺されるから。スタンバイエンジェル、ファイト。パンチ。あったれ。はいはい、欲しい。ポイント従い。私に従い。はいはいっと。はいはいっと。これでどうだ。命令攻撃。変身。まあ。はあ。面白い面白い。ミッター解除。命令最大攻撃。もらった。まだまだ。殺してあげる。いかでも食らえ。メール攻撃。メール最大支援。ハッピー。当たり。メゾン。死ぬ。痛いよ。まだまだ。メール最大攻撃。ポイントメール支援。これでも食らえ。食らえ食らえ。最大支援。まだまだ。メイシエメイソーゴールメイソー食らえ。メイシゴールパンチ最大攻撃。へぇー、あいてててて。ゲットレディファイト。私に従い。命令バルドゥ皆殺し。まだまだ。これでどうだ。まぁ、あ、これで決まった。はいはいっと。キーッハッとハッチ。ゴール。まだまだハッチ。ゴール。ぐるぐるぐる。愛の鉄拳パン。いざチャレ。はいはいはい。はっ、これでどうだ。命令バルドゥ皆殺し。伸びて飛ぶよ。お願い。行ってはい。こんだけ。はいはいっと。これでどうだ。ソフィー、助けてよ。教えて、その心霊兵器はどこにあるの？どうやったら止められるの？この精霊石の原石を壊せばいいの？ドレクスラー機関が防体戦から数十年かけて復活させ、完成させた心霊兵器。死んじゃえ、みんな死んじゃえ。死ね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 。私も死んじゃえ。え、ちょっとあれは
礼しました。こちら現場の兵道です。ただいま種ヶ島上空に来ていますが、私もスタッフも言葉を失っています。どう説明したらいいのでしょうか。とにかくもう少し近づいて詳細をお伝えします。お願いします。もっと接近してください。精霊エネルギー供給源、精霊核接続。1番、2番、3番、4番、5番、接続完了。精霊エネルギー供給開始。投擲型精霊カノン砲、オーディン起動。防衛システム起動。射出シークエンス最優先。特殊精霊貫通弾。グングニル起動。推進用精霊エネルギー充填開始。弾頭精霊コーティング起動。八連精霊クラスターロケットスレイプニル起動。推進用精霊エネルギー充填開始。日本列島沈没作戦攻撃座標指定 FJ35521 39YM1384339。 富士山火口設定完了。心霊兵器ラグナロク設定完了。グングニル充填完了までカウント30。スレイプニル充填完了までカウント60。ラグナロク射出までカウント70。69 68 67 66 65 64 63 62 61。日本列島沈没？そんなことさせないよ。大好きなみんなを守るため、私絶対あなたを止める。絶対に。お願い天使さん、私と一緒に戦って。精霊エネルギー供給源喪失。精霊エネルギー供給不能。防衛システム沈黙。オーディン、グングニル、スレイプニル。
精霊エネルギー充填シークエンス停止。神霊兵器ラグナロク射出シークエンス実行不能。緊急停止。現場の兵道です。これから種子島に上陸して謎の建造物の調査に向かい、たいと思ってたんですけれど消えてしまいましたね。上陸は、はい、中止ですか。以上、種子島上空から兵道がお送りしました。ではスタジオにお返しします。数日後。じゃあバイスさん頑張ってね。このケーキバイスさんの愛情たっぷり、きっと喜んでもらえるよ。はっ、愛のハート教官殿、ご指導ありがとうございました。ですが作成手順を教えていただいたので、ローゼンベルクに戻ってもう一度自分で作成を試みるつもりです。うん、頑張ってね。それと次に会う時にはもうちょっと気軽に話してほしいな。ラーゲルクビスト司令官殿、あ、いえペトラさんにもいつも言われてます。頑張る。では今日はこれで。私も帰ろうっと。まずお店のキッチンを片付けてゴミも出さなきゃ。それから部屋でテレビ見よっかな。特撮番組の録画溜まってるし。ハート、どうしたの。今日は用事があるからって急いで家に帰ってたじゃない。サキちゃん、用事ならさっき終わったよ。今から帰るとこ。じゃあ一緒に行ってもいい。昨日みっともないとこ見せちゃったから、お詫びにタルト買ってきたんだけど。本当？嬉しいな。じゃあ私の部屋で一緒に食べようよ。サキちゃん、先に私の部屋に行ってて。ちょっとお店のキッチン片付けるから。え、わかったわ。それじゃあお邪魔します。うわー！ハート、どうしたの。落ち着いて、見間違いよ。そんなに泣かないでね。本当に絶対サキちゃんいてくれて本当によかった。私一人だったら死んじゃうかも。ハート、大げさよ。でも私はちゃんとハートのそばにいるからね、安心して。ありがとう、サキちゃん。